こんにちは、さつき先生。あら、はぐみちゃんの山田さんでしたっけ？あ、はい。差し入れ持ってきたんです。でも、病室にいなくて。ああ、それなら、リハビリが一段落したんで、お父さんと交代浴へ行きましたよ。その人、お父様の！先生、あの、ハグちゃんの具合は、痛いよ、嫌だよ、もう動かないよ。リョウ、我慢してちょうだい。毎日もうやだ、サッカーしたいよ。交通事故に遭われて先月からここでリハビリしている子なんですよ。小さい子には辛いです。リハビリは痛みとの戦いでもありますからね。大の大人でも痛くて怖くて、ある程度まで回復するとそこで諦めてしまうケースも多いです。けれどはぐみさんは日常動作以上のものを取り戻さなくてはならない。もう一度創作活動に戻れるかどうかがかかってるんです。しかも利き腕の損傷でも、彼女は強いです。痛みを恐れない、いえ、恐れてないわけではないのでしょうけど、痛みより書けなくなることの方が圧倒的に恐ろしいのでしょうね。ハグちゃん。あ、ハユ。あ、また来ちゃったのか山田さん。もう自分のことちゃんとやってるのか？やってますよ、大丈夫。先生と同じに全開でどれも頑張ってます。でもちょっと今日のは自信作なんで。はあ、何？あゆ、じゃーん、牛すじと金柑の砂糖煮です。ほほう、これはこれは牛肉の脂のこってりとした匂いが金柑のフルーティーな香りと相まって、ああ、もうなんつうか、やっぱりこういう時はコラーゲンとか必要かなって。で、さらにビタミン C たっぷりの金柑を一緒に。もうこれで風邪の予防もバッチリみたいな。おいしいでしょ。何？あ、さつき先生もよろしかったらどうぞ。まあ、ありがとう。さつき先生、ちょっと待っ！ね、おいしいでしょ。山田さん、医療の現場から一言。さつき先生、栄養は大切ですが、無理に一つの量でから。あ、さっきの僕、よかったら食べない？食べる。お母様もいかがですか？まあ、いいんですか。あ、また新たなる犠牲者が。誰か救急車を追って、病院はここだよ。うまい、おいしい。まあ、もう空っぽ。私の料理ったら大人気。また作ってきますね。な、山田ジェノサイド、な。ありがとうございました。どっこいしょっと。今日はみんな喜んでくれてよかったな。ちょっと待って、一体どうやったらそういう考えになるわけ？ちょっと大騒ぎになっちゃったけど、それって次も期待されてるってことよね。どこ行っちゃってるのよ。今度どこか遠くに行くときはテレビ電話を置いていくよ。嘘つき。出て行け！毎日飽きもせずにやってくるから。今日はあんたとの打ち合わせの予定はない。それか、打ち合わせは外でやるから二度とここに来るな。レッカー、レッカー。くそ、あの疑惑の頭頂部め、今夜こそはっきりさせてやる。
ああ、白黒つけてやるともさ。リカさんの件も、頭頂部の秘密も。山田？そんな。はい、竹本君。こんなんでいいの？塔に欠けた白い陶器を貼ったら綺麗かと思って。使ってもらえたら嬉しいわ。どうしても割れちゃうから。森田さん。マウスはどこ？どうして？探してたのよ。どこ行ってたの？一体今までどこに？前に聞いた。マウスはどこだ？西英福病院公園のそばのあのでっかい。わかった。森田さん待って、ちょっと待って、森田さんたら。森田だと？帰ってきよったのか。今どなたが森田だ？ちょっと今森田っつった。ロボ犬のフィギュア勝手にオークションに出しやがって。やつはどこにおる？あの男は大観様の生まれ変わりだじゃ。なんでいきなり。今まで誰も行方を探せないでいたのに。しかもどうしてハグちゃんのことを？私が頼んだの。真山にメールで森田さんを探してって。真山スペインにいるからハグちゃんのこと伝えない方がいいと思ったんだけど。でもその竹本君、あのちょっと待った。山田さん、ごめんなさいとか言わないでくださいよ。それだけは勘弁してください。じゃあ俺も行ってきます。森田さん、ちょっと様子が変だったから何しでかすか心配なんで。よっ。竹本君大丈夫？竹本君大丈夫かの？大丈夫。大丈夫。山田さん、自転車貸してください。どれだけはために振られ 100% 決定でも、惨めっぽく見えても、花束一つ買えないほどしょうもなくても、今辛いのは彼女、苦しんでいるのは彼女。俺は無力だとか言って自分をかわいそがって頭を抱えてる場合じゃない。間違えない。間違えたくない。そのくらいは男でいたい。ゆっくり押すよ。1、2、3。痛いか？無理すんな。痛い。でもこのくらいならまだ大丈夫。痛い、やだ。麻酔もリハビリももうやだよ。昨日の子だな。ハグ、ちょっと外に出よっか。ああやって暴れられる子はいいよな。ハグもな、いいんだぞ。泣いて暴れたって長丁場なんだ。溜め込んだら続かない。怖いの。もしそれを言っちゃったら止まらなくなりそうで。いいよ、
いな。ダメ。こんないつも迷惑ばかりかけて、これじゃあいつかしゅうちゃんに嫌われる。嫌わんよ。言ってごらん。あのね、おねしょの面倒まで見た俺にだよ、今さら迷惑とか嫌われるとか言われてもな、今さら何よって感じだよ。車に乗せれば酔って戻す、川に連れて行けば流される。これ以上何が起きたってもう俺は変わらんよ。俺は変わらん。しゅうちゃん。うん。しゅうちゃん。うん。本当は怖い。うん。怖くてたまらない。このまま治らなかったら、書けなくなったら、ねえしゅうちゃん、生きるって何？息をしてご飯食べてあと何をすればいいの？わからない、わからないよ。君の書かないなんて、そんなのどうやって、死ぬまでなんてそんな長い時間、わかんない、怖いよ。一人ぼっち。小さい頃一度だけ神様を見た。もしここに紙と鉛筆がなかったら、私はどうしていたのだろう。大勢の人の中で一人ぼっちで、一体どうやって。ああ、そうか、この紙と鉛筆がいつも一緒にいてくれたから平気だったんだ。この絵を描くということが私を守り生きさせてくれたんだ。ああ、神様、もしも私が書くことを手放す日が来たら、その場でこの命をお返しします。歩き始めるだろう。確かに私は約束を交わしたのだ。目には見えない私の神様と。だからきっとこんなにも苦しい、たった一つの約束を。神様、今私は。ハグ、ハグ先生。お、竹本。ハグちゃんは？いや、それがいないんだよ。さっきまでここにいたのに。森田さんだ。森田？帰ってきたんです。森田さんがハグちゃんの怪我のことを知って病院に行くって。森田が？
こは？アジトって呼んでた。兄貴と俺で。お兄さん？痩せた？お前もな。びっくりした。急だから。またいろんなとこ行ってたの？またいろんなもの見てきた？いろんなものを作った？たくさんできた？ま、待ってて。きっと直すから。そしたらまた、私もまたいろんなもの書いて。そしたらまた、見せっことか。いいよ。もう書くな。書かなくていい。何かを残さなきゃ生きてる意味がないなんて、そんなバカな話あるもんか。生きててくれればいい。一緒にいられればいい。俺はもうそれだけでいい。これ以上ない優しい言葉が彼の口からこぼれる。優しくて、優しくてなんて悲しい声。まるでどこか遠いところへ呼びかけているような。どうしたの？だって初めて聞いた。何があったの？この人のこんな声聞かせて。先生、先生。うん？どうします？あと彼女の行きそうなところは。うん、いいよ。もう多分森田と一緒だ。先生、これ。ハグには言うなよ。こんなことを知らんで決めてほしい。やめるつもりですか、浜美を。とりあえず休職ってことにした。このままじゃ両方半端になる。弾薬にも迷惑かけるからな。とりあえず3年、全部の時間をハグのリハビリにぶち込もうと思った。まあこんなギリギリで王子様が帰還しちまうとはな。先生、もしハグちゃんが森田を選んだらか。そうだな、旅にでも出るよ。地球を一周でも二周でもいい機会だ。気の済むまで世界中見て回るよ。先生、なんで言わないんですか、ハグちゃんに。ハグに何を？俺を選べってですよ。言えるかよ、あんなこと。なんで？ハグちゃんのためにならここまで全部投げ出せちゃうくらいなのに。俺は言いましたよ。希望なんてかけらもなかったけど、もう全然ダメだって分かってたけど、ちゃんと言いましたよ。先生、病院に行くよ。ハグが戻ってるかもしれん。しまえば
次回、あなたの人生を私にください。